今日マッチングアプリで知り合った男性と会うことになりました。まあもちろん友達程度だけど、どんな人なんだろうな。あ、LINE 来た。もう待ち合わせの場所よりを。あ、もう着いてんだ、翔平くん。え、私ももう着くよ。よし、行こう。よし、着いた。あおあ<う>、なんでお父さんこんなとこいんのいや、別にな、なんもないけど。あ、あかねこそなんでこんなとこいんのいや、別になんもないけど。あ、そう。 ちょっと待ち合わせ場所変えないとな。やばい。え、私ももう着く。やばいやばいやばい。あ,あ、アカネ何どっか行け。なんだ急に。あ,あ、もういいよ。俺が離れるわ。なんだよ、あいつ。まあ私も知られたくないし、ちょっと離れるか。にしてもいないな、翔平くん。ちょっと電話してみるか。あ,あ、電話何気始めてたから緊張するな。ちょっと可愛い声で行くか。うんうんうん。あ、やばい電話来た。どうしようどうしよう。ちょっといい声で行こう。うんうんうん。<laughs> あ、もしもし、翔平んあー、翔平だぜ。あ、こんにちは。あの、あーちゃんです。あーちゃん、そんな声可愛かったんだ。いやいや、翔平んもすごいバンディーな声だね。絶対イケメンじゃん。いやいや、あーちゃんも絶対可愛いじゃん、その感じ。え、ちなみにあーちゃん今どこにいるあ、私も待ち合わせの、ちょっと離れたとこにいるよ。あ、俺もちょっと離れたとこいるんだ。あ、そうなんだ。じゃあ一緒に近づこう。あ、そうだね。そしたらお互いわかるしね。じゃあ、せーので近づくよ。オッケー。せーの。 うわーとととととと、ごめん切るねえ、な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 になんでここに来んのいや、こっちのセリフだよ、なんで来んだよ。いや、私ここで用事があるの俺だって用事があるんだよ、ここに。ああもういいわ。こっちももういいよ。あ、もしもし、翔平くんあ、もしもし、あちゃん、急に切ってごめんね。あのさ、お互い手あげて、まずお互い見つけ合わないあ、そうだね、お互い近くにいるしね。はい、私あげたよ。俺もあげたよ。ああ翔平くんちょっと、そのまま。 待ち合わせ場所近づいてきて私も行くからああちょっとお互いにジャンプしてみよっかオッケーえ翔しょうへいくんはいしょうへいですえあーちゃんはいあーちゃんです どうする帰ろう。オタクくんって最近好きなアニメキャラとかいんのあ、最近はね、サーニャちゃんっていうピンク髪の可愛いキャラが好きだね。あ、最近流行ってるよね。サーニャ〇〇食べたいみたいな。可愛いよね。癒されるわ、ほんと。<当>はぁ、あ、今日も学校頑張りますか。チンチンはぁ何何もーにゃピーマンが好きどうしたどうした何が始まったももちゃん大丈夫大丈夫ます頑張るますいや、大丈夫じゃないって、それ、それ何なの

も,もちゃん、アニメ見てないでしょまあ、セリフは置いといて、もともとピンク髪だから似合ってるね。もうい、うるせえよかったね、も,もちゃん。ちなみにオタクくん、他に好きなキャラとかいるのあ最近ね、新作のカービィやってて、めっちゃ可愛いなって思う。あ、カービィ可愛いよねー。嫌な予感がするな。さて、俺の予想だけど、あ うんだろうね。私の名前は東堂アスカ女性警察官をやってるわ。今日は夜の見回りが仕事。怪しい人なんてそうそういないけど、仕事はしっかりしなくちゃね。さて、この辺は誰もいないわね。次のとこ行きましょうか。次はどこに行こうかなはい、そこの君ストップ。あ、おまるさん、お疲れ様です。いや、お疲れ様ですじゃないよ。なんすか。え、泥棒だよね。 何を見てそう思ったんすかいや、全部だよ。まあ、アニメとか漫画でしか見たことないけどさ、そのスタイル。ちょっと書まで来てもらえる待ってください、これファッションっすよ。どんなファッションだよ。この格好だと、なんか注目されるんすよ。警戒されてんだよ。はい、とりあえず来てもらうよ。はーい。さあ、一応他のとこも見てくか。はい、そこの君止まってー。あー、マーリさんお疲れ様です。お疲れ様ですじゃないから。何の用ですかえ、盗撮するよね。 何を見てそう思ったんすか全部だよ、だから。絶対映画に協力がするでしょ。待ってください。この辺に映画館ないですよ。ああ、まあ確かに。じゃあ、行っていいですかいや、それ抜きにしても怪しいから、車まで来て。今日変なやつ多いな、マジで。来てよかった、見回り。さあ、怪しい人もいないかな。じゃあ帰って。うーん、はいはい、止まって、そこの君。何ですかあ、めっちゃ声高いじゃん。え、あの、何かの犯人ですよねな。な どう思ったんですか全部だよ。やばい、本日3回目だよ、この下り。それ何なの、その格好。これ、あのー、カッパですね。そんな気持ち悪い、カッパねえよ。まず雨降ってねえし。最初、はい、まで来てもらうよ。はーい。はい、じゃあ3人話聞いてくけど。うわ、何お前ら絶対悪いやつじゃんお前ら自身もなぁ。えー、そして、千利休は目まぐるしい戦乱の中で<ん>。あ、スタタンペン回ししてる。めっちゃ重いな。私できないんだよな、ペン回し。 あ、ジェルもペン回しして、いや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 、レベル高すぎない、そのペン回し。どうやってんのジャグリングの息だよ、もう。やばいな、やっぱ人には特技があるんだな。んあ、ゆりちゃんもペン回し、いやいや、おかしいって。それはおかしいって。え、なんで頭でシャーペン回してんのそして何を動力源に回ってんのタケコプターじゃん、もう。えー、ゆり、この文化を何か答えてみろはい、安土桃ももやま文化。正解。なんで先生突っ込まないんだ、頭のシャーペン。ん あ、オタクくんもペン、あ、ペンじゃない。物差しとノート回してる。もはやペンじゃないよ、もう。え、どうやってんのあれ。ノート跳ね出したし。すごいな。最近のペン回しはレベル上がってんのかなまあ、これペンじゃねえけど。つかこの流れだとももちゃんもやってそうだな。なんか一番やばいペン回ししてそう。ももちゃんは あ、想像を超えてきた。鼻でペン回ししてるよ。どうやってんのつか、それ以前になんで堂々と寝てんだよ、授業中に。先生、さすがに注意するだろ、これ。ほら、モ授業中にペン回しするなよ。いや、怒るとこそこじゃなくね。他にもペン回ししてるやついるけど、ダメだぞものは大切にしろ説得力ないです、先生。あー、ちょっと喉乾いたね。うん、カフェとかよるあ、いいね。あ、こんなところにメイドキ茶スあったんだ。おー、入ってみる入ろう。メイドさん見てみたい。あ、ペン内かわいい。あ、メイドさんだ。お帰りなさいませ、ご主人様。 んえどうしたの、トイさんいや、私のお、お、お母さんいた気がするんだけど。いやいや、トイさんのお母さん40代とかでしょ。さすがにメイド喫茶で働いてるはないでしょ。ま、そうだよね。多分見間違えたわ。それではご主人様たち、席に案内しますー。にゃん <laughs> いや、お母さんだよ。絶対お母さんだよ。お母さんメイド喫茶で働いてるよ。ほんとだったらちょっときついな。寂しいから早く来てにゃん あ,あ、呼んでるよ、お母さん。やばい、なんか胸が痛い。ご主人様たち何を注文するかにゃーん。じゃあ俺、にゃんにゃんマジカルパフェで。かしこまりましたにゃーん。じゃあ私、プリンセスラブリーケーキで。かしこまりましたにゃーん。元気いっぱい作ってくるから、ここでちょ、ちょっと待っててにゃん。ちょっと共感性集中がやばい。ちょっときついな。てか私に気づいてないのかな。あの感じ気づいてないよね。お待たせしました ご主人様にゃんにゃんマジカルパフェとプリンセスラブリーケーキにゃそれじゃ美味しくなるおまじないかけるにゃんよあのすいません美味しくなーれにゃんにゃんビームーにゃ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 ーいつにもまして美味しくなったにゃあのすいませんうんー何にゃー お母さんだよね。仕事中の相手にプライベートを聞くのはマナー違反よ。常識を覚えなさい、あかねあ、すいません。えー、体育の授業を始めるけれども、ちゃんとみんな暑さ対策してるかーはい、してまーす。お、ジェル偉いぞー。暑さ対策、万全です。うん、違う。何がですかそれ、れな、何つけてんの、それ。扇風機です。いや、わかってるよ。え、<laughs> そ、それつけて体育するつもりかはい。扇風機アーマーです。いや、重いだろ、どう考えても。つか。そ、電源つかねえだろ。あ、確かに。バカか、お前。 でも今、節電しなくちゃいけないんで僕は正しいです。じゃあ外せ、重いだけだろ。僕の方が暑さ対策万全です。おう、サタンやってんのかエアコンアーマーです。変わらんわ。お前の方がひどいわ。暑さ対策万全です。いや、万全じゃないって。それも電源つかねえだろ。何を言ってるんですか今、節電しなくちゃいけないでしょう。じゃあ外せ。電源のついてないエアコンを体につけてるだけ。重いだけ。私の方が暑さ対策万全です。おう、桃もも偉いぞ。涼しいです。あん、なんだそれは。新しすぎる。かき氷アーマーです。うん、わかるよ。 ど、どうやって用意したのそんなでかいかき氷。美しいですうん、分かった分かった。ちょ、それ、体育できないだろそれじゃあ。案外動けますうん、じゃあそれでいいわ。私の方が暑さ対策万全です。あ、ツッコミ役のトイはちゃんとしてるよな。もちろんです。お前もか。これの名前はうん、かる分かる。ちょっとリアルだけど分かる。ソフトクリームアーマーです。ーーですうん、で、それ、ベタベタしないの美味しいです。うん、もういいわ、それで。私の方が暑さ対策万全です。おゆりはちゃんとしてくれよ。 うんこれの名前はひんやり涼しいラムネアーマーです,ーーです、うんてかアーマーというより入ってねお前。ビー玉の席を奪いました。うんちょっとよくわかんないけど。俺の方が暑さ対策万全ですうんどうせボケるならもうエンディング行っていいよ。ボケてないですうんじゃあボケてたら一瞬でエンディング行くからな。はい いやーキャバクラ君んの久々だなまあ、たまには生き抜きしないといけないもんな家族にはもちろん内緒だけど。あ、お客様一名様ですかはい、一名です。ご指名とかありますかあ、このキャバクラ初めてなんで、ちょっと、おすすめの女の子とかと喋りたいですね。かしこまりました。じゃあ、すごい可愛い女の子つけますね。はーい、いや、楽しみだなあ。そろそろ来るかな若い女の子と喋りたいんだなたまには。こんにちは。あ、こんにちは。あ。あお名前なんて言うんですか あアンドリューですええー、嘘ですよねその顔でアンドリューはないですよねなんか順平っぽい顔してるんで順平って読みますねはいで順平何飲むんだほらあ間違えました順平くん何飲むあビビールとかでえっ、ー、水でいいだろうあすいませんじゃあ水でえ順平くんってキャバクラよく来るんですかいや全然今日が初めてだねええー、嘘ついたら目つぶしますよあすいませんえっと2週間に 一回とかそんくらいですね。へえ、二週に一回も来てお金たくさん使うんですね。奥さんかわいそうですね。いや、そんなお金も使ってない。言い訳いらねえから喋んなよ。はい、すいません。でも二週に一回も来るってことはお金どっかに隠してますよね。すいません、ちょっと僕そろそろ帰るえ、もっと喋りたいからここにいてよ。髪の毛燃やすぞ。はい。 てか、あの、水、いつになったら来るいらねえだろ、水なんて。で、どこに隠してんだ、カーネ。はい、え、僕の部屋の引き出しに隠してます。はい、よく言えました。えー、お客様お帰りになります。辛い。うわすごい雨だな傘忘れちゃったし、どうしよう。あ、ジェルだ。あ、ト井イさん、傘忘れたのうん、そうなの。大変だね。 じゃあね。おい待て、なんでやねん。あ、なにいやいやいや、入れろよ、私。完全に今、私が入る流れだったでしょう。ああ、カかった,かったじゃあ入りな。あざザす。やべえ、どうしよう。傘持ってくんの忘れた。アジェル、傘入れてくんないマジ ?3 人あ。3人までならいけんじゃないああ、じゃあいいよ、サタン、入りな。ありがとう、ジェル。好き。はいはい、じゃあ帰ろう。どうしよう、傘忘れちゃったわ。アジェル君たち、ちょっと入れてくんない。いや、さすがに4人はきついんじゃ。え、男女差別ですかいや、そういうことじゃなくて、あの、4人は入りきらないと思うんだよね。 分かったわ私を見捨てていっていやそんな言い,い方やめて他に入れてくれる人いるでしょううんもういいから行ってうんじゃあ行くね私ののも梅雨の季節になっちゃった分かった分かったじゃあ入りなでも濡れるよ100% <laughs> ありがとうジェル君やべえもうギリギリだけどまあ入らないよりかはいいからねうんじゃあ行こう傘忘れちゃったーやばい逃げよう逃げようあれは無理あジェルシーちょっと傘入れてくんないごめんオタク君ちょっと入るスペースないから無理だわ見たら分かるでしょいや誰か持ち上げたら入れるよえどういうことだから こういうこと。いや、無理があるだろう。トイさん、いいのこれ。あ、いいよ、いいよ。逆に歩かなくて楽だわ。マジかよ。足を思いっきり濡れてるけど。つか、あの、他に傘入れてくれる人いるでしょ。あ、も,もちゃん、傘持ってる。女子二人、も,もちゃんとこ行きな。あ青沢くんじゃん。傘忘れちゃったから入れてくんないいや、傘今持ってたろ。気のせい気のせい。ちょ、入れて。私もあアいイアイ傘したい。どこがあアいイアイ傘だよ。ちょ、もう入らねえって。え、だからこれ、こうしたらよくないえ なんだよ、これ。組体操でもしてんのか、俺たち。あ、お前ら、ちょっと傘入れてくんないかないや、ないないない、もうない。いや、でも、こうしたらよくないいや、もういいって。はい、じゃあみんな帰りましょう。帰ろうどうしてこうなったさあ、今日は歴史と数学のテストです。数学はちょっと自信ないけど、歴史はめっちゃ勉強したからな。頑張るぞ。それでは最初、歴史のテストから始めます。チャイムが鳴ったら始めるように。よし、頑張るぞ。はい、始め。よし。す すいません。ちょっと手止めてもらってもいいですかあ、なんだちょっと問題文の訂正がありました。すいません。ああ、よくあるよな。え、まず一つ目の訂正箇所。え、大門2のワンピースの作者を答えなさいって問題なんですけれども、これすいません。ワンピースじゃなくて源氏物語です。いや、どんな間違いだよ。どうやったらワンピースと源氏物語間違えんだよ。で、その次の問題の、腹ペコ青虫の作者を答えなさい。もこれ、腹ペコ青虫じゃなくて枕草子です。すいません。何が起こったら枕草子と腹ペコ青虫間違えんだよ。あとすいません。まだ訂正あります。まだ 大門6のすごくブスはどこにたどり着いたかって問題なんですけれどもこれすごくブスじゃなくてコロンブスですだからどうやったら間違えんだよそれなんだよすごくブスってあと大門7納豆はどこの国から伝わったかって問題なんですけれどもこれ納豆じゃなくてあのー 鉄砲です。ひどいな、マジで。ほんとになんでもう先生やってんのこの人。あと、すいません、大門9。源健一は何幕府を開いたかって問題。すいません、これ。源の頼朝ですね。源健一は僕の名前です。<laughs> すいません。何笑ってんだよ、あの先生。えー、それくらいかな。あ、最後、大門16。先生、ちょっと問題文書き忘れちゃいました。とんでもねえミスだな。えー、なので、大門16の解答用紙のとこは、 先生のいいところをたくさん書いといてください。なんでだよ。えー、それでは皆さん、頑張ってください。えー、漢字のミスとかね、そういうちっちゃいミスとか、絶対しちゃダメよ。いや、あなたに言われたくねえよ。ん、んー、んえ、なにここどこあ、トイさん、目覚めた。あ、ジェル、一体ここはどこわからない。俺も目が覚めたらここにいたんだ。えー、怖い。なんなのとりあえず出口を探そう。あ、あそこになんかモニターがある。ほんとだ。何あれ <laughs> あようこそ我がデスゲームなんだあいつどっかで見たことある気が誰だお前は私はこのデスゲームを支配するゲームマスターサタリアだサタリアてか何デスゲームってお前たちには今から命を懸けたデスゲームをしてもらうなんだよそれまず最初のゲーム ナイフよけただご飯できてるわよちょちょちょ,ちょ入ってくんなってマジでいやご飯できてるからいやノックしてって言ってるじゃんいつもえお母さんゲームマスターのお母さん来たよ部屋めっちゃ庶民的じゃんてかなんなのそのマスクいやもういいって出てってよはいはいわかったもうそれでは続けようやべ全然怖くなくなっただいたい誰かわかったしすいません今のお母さんですよね最初のゲームあスルーされたよ ナイフよけ。あらモニターに映ってるのこれ友達。ちょ、もういいってくんなってマジで。あなた昔から友達できなかったのによかったわね。ちょ、違うってマジで。あの、いつもありがとうね、サタンと遊んでくれて。いや、こちらこそ、本当楽しい友達です。本当面白くていい友達です。あらよかったじゃない、サタン。ちょ、もういいってマジで。今、デスゲームのやつやってんだって。あ、ごめんね、なんかやってたの結構準備かかった。 なのにもう緊張感ゼロじゃんお母さん来たらあーごめんねなんかお母さんやっちゃったのかな続きできないのかないやもう地味な部屋からやってんのもバレたしあーごめんねゲームマスターデスゲーム続きやろうぜすごく怖いなデスゲームどんなのだろうほら友達待ってるわよデスゲームやりたいっていやもう違うじゃんもう気使ってるじゃんマジでごめんねとりあえずあの続きやってみよううんお母さんも出ていくからねそれでは ゲーム、最初のゲームを説明しよう。うわ、どんなゲームだろう絶対生き残るぞ。最初のデスゲームは、ナイフよけゲームだ。サタン、ナイフを避けるゲームなんて危ないでしょダメよもういいってゴム製のおもちゃのナイフだよちょっともう見てらんないな。動画見てくれてセンキューチャンネル登録、いいね、コメントよろしくな。動画以外も生放送や歌やらいろんな活動をしてるんで、ね、気になる方はツイッターをチェック。それじゃあまた会いましょう。おつじるー。バイバイ。